本日お忙しい時間いただいてどうもありがとうございます。早速院長、自己紹介からお願いいたします。はいはい、池本茂弘と言います。池本形成外科美容外科で、まあ、主に美容医療の修正手術、特に二重の修正とか鼻の修正を中心に診療を行っています。はい、ありがとうございます。先生、池本形成外科美容外科、創立した時の理念は何でしょうか。まあ、美容の治療をするということで、クリニックを開いたんですけども、その、まあ、美容の治療は主に手術なんですけど、まあ、手術をするということが目的じゃなくて、まあ、手術をした結果患者さんが満足いくと、で僕は、まあ、メスで患者さんの心を癒すと、それを理念として治療、クリニックを立ち上げました。はい、美容外科を受けるときには、注意点はありますでしょうか。やっぱりいろいろもともとコンプレックスがあって、それを直しに行くわけなので、その自分が抱いている理想のイメージと、あとはそれをうまく医師に伝えるというのがすごく重要だと思います。先生、女性が美容外科を受けていただいて、それに与えてくれるメリットは何でしょうか。やっぱり、さっきも言ったようにコンプレックスがある患者さんが多いので、まあ、それをのコンプレックスを克服して次の新しい人生をいいものにしていくチャンスをつかめるんだと思いますね、美容の手術で。日本も多くの女性方々がやっぱりちょっとその美容医療を受けていただいて新たな人生が開いたんですか。そうですね、そういう方は多いと思います。美容整形するときには、クリニックの見分け方が何かこうアドバイスがありますでしょうか。なかなかその医師それぞれ その技術とかそのっていうのを評価するのはなかなか難しいと思うんですけども、少なくともその先生がどんな勉強をしてきたかとか、どういうことが専門だったかとか、そういうのはすごく参考になるんじゃないかと思います。外国の美容整形の事情と日本の美容整形の事情との違いがありますでしょうか。日本と、実は日本とその日本以外の外国ですごく大きな違いがあって、まあ日本の人は手術したことを知られたくない人たちがすごく多いんですけど、まあ主に欧米を中心として手術をしたことをすごくこう誇りに思ってる人たちが外国の人が多いですね。中国の方は、まあ、どちらかというとその中間というか、すごく誇りに思って手術をしたからみんなに言いたいっていう人と、やっぱり、傷跡とかも知られたくないし、手術をしたことを隠しておきたい、でも変わりたいっていう人たちが半々ぐらいなんじゃないですかね。はい、次なんですけれども、先生は医師になるきっかけは何でしょうか。医師になるきっかけ、まあ、子供のとか、まあ、お顔の病気とかでコンプレックスを抱えてる人たちを治してあげたいと思って、それでまあ顔の治療を専門にするために、で医師になりました。医師を目指しましたね。はい、先生はどうして美容外科に専攻したんですか。そのきっかけはお聞きしたいんです。なんか、まあ、医師だと病気を治すとかっていうことがあるんですけど、まあ、外見とか、例えば、まあ、子供の病気で例えば目が離れちゃってるとか、唇が割れてる子とか、言葉がうまくしゃべれない子とか、そういう子たちの形とか顔の機能を形成外科が扱っていたので、そういう、まあ、顔とか形とかそういう機能にまつわることを直してあげたいと思って、それで形成外科を選びました。はい、先生、現在までのご経歴と専門性について教えていただきたいんです。医師になって大体25年ぐらいで、卒業した後には例えば、形成外科だけじゃなくて普通の外科を1年間とか、整形外科を1年間とか、あとは麻酔科とか救命救急医療とか、そういうのを研修して、で最終的に形成外科になって、で形成外科はまあ大学病院で主にさっきも言ったような小児の先天異常っていって、高心裂とか頭蓋骨とか顔の形が変形している子たちの治療をずっと大学院で専門でやってました。ありがとうございます。先生が特に得意とされている手術を教えてください。はい、まあ、一般的に例えば1回目の手術
どんな手術でも1回目の手術は一番、まあ、簡単というか、でもだからこそ大事なんですけども、まあ、そういう手術よりも、まあ、うまくいかなかった2回目とか3回目の手術、つまり修正手術を得意としています。修正手術が一番難しいと思うんですが、お客様の要求も高いと思うんで、そうですね、現場で、大変と思ったことはありますでしょうか。いや、大変と思うことはないですね。ただし、その患者さんがなかなか 100% の結果にどうやって近づけてあげればいいかっていうのが、まあ、いつも悩むところで、一回手術してるともう例えば傷跡ができてたりとかするんで、どうしても結果に限界があったりとかします。それがやっぱり一番、それでも患者さんがなるべく満足がいって幸せになれるように近づけていくのが一番難しいところですね。はい、先生、修正手術をする際に先生のこだわりなどありますでしょうか。やっぱしとにかく組織を痛めつけないで、元々の正常の形に近いというか、正常の中の構造に近いように直していくっていうのが、いつも心がけています。はい、修正手術の中で先生一番得意な目の修正なんですが、どうして目の専攻を選びましたでしょうか。患者さんがすごく目の人が多いというかですね、美容外科の手術の中でも二重の手術がやっぱり一番多いんですね。でその分だけやっぱり失敗してたりとかうまくいかない人たちがすごく多い分野なので、その人たちをの失敗を直してあげれば、喜んでくれる患者さんが一番多いんじゃないかと思って、それで二重の手術をの修正手術を、メインにやってます。はい、先生さっきおっしゃったように初めての手術が肝心だと思いますが、失敗しないような二重の作り方は何でしょうか。なかなかその二重の作る方法はそのお医者さんの数だけあるというか、その人によっていろいろ違うやり方があると思うんですけど、だけども、自分が抱いているイメージをいかに、医師にうまく伝えるか、そのイメージが、患者さんが描いているイメージと医師が描いたイメージをうまくこうマッチングさせとかないと、うまくいかないんだと思います。はい、先生が二重の修正の経験が豊富で、二重のラインの食い込みが強くなりすぎたり、二重の下まつげの上がぷっくり感など、それに対してその修正方法は何でしょうか。その特徴は主に日本、中国、韓国で手術、二重の手術をするときに、欧米の人と違ってなかなか二重になりにくいんで、歴史的にそういうふうにすごく食い込みが強かったり幅が広かったり、あとはまつげの上がぷっくりしたりっていうのを作る二重がずっとこうなんていうか歴史的にそれがやられてきたんですよね。それを直すときは、その人のまぶたの特徴、つまり手術で中がどうなってるかっていうことと、あとは生まれつきの二重の形が本当はどうなってるかっていうのを見比べて、その構造を生まれつきの構造に中を変えていくっていうのがその一番のポイントですね、手術の修正の。はい、顔面下垂の手術で二重の幅を狭くするには、上まぶたの皮膚の減量の際に術後目を完全に閉じれない心配はありますでしょうか。希望の二重によってはやっぱりまぶたが閉じにくくなったりとか、まばたきが浅くなったりとか、そういう可能性はやっぱゼロじゃないんですけど、逆になるべくそれが起きないような量しか皮膚を切除しないようにして、そういうことが起きないように調節をしながら手術をしてますね。はい、一番難しい二重の修正、例えば開きすぎの修正など、幅広から幅狭の二重の修正など、それについて一体どうやって修正しますでしょうか。多分一番難しいのは開きすぎちゃってるまぶたをちょうどいい開きに戻すのがすごく難しいんですけど、それは目を開ける筋肉を、おそらく過去にその眼瞼下垂の手術とかしてうまくいってなかった人たちなんですけど、それをしっかりとこう見て、縮めすぎちゃってる部分を、
剥がして十分に伸ばしてあげるって、そういうふうにして、まあ、直していくんですけど、なかなかその開きすぎがちょうどいい開きになるっていうのが一番本当は難しい手術です。でもやるのはその中で異常が起きてる状態をちゃんと確認して、まあ、正常の形に直してあげると、そういう正常の構造に直すっていうのがやっぱり一番のポイントだと思います。はい、で先生、2人の使用性か、あの回数は限界ありますか？いや、何回でもやること自体は構わないんですけど、何度もやってると皮膚を何度か取ってるケースがあるんですけど、その皮膚の量が少なくなってくるとやっぱり修正手術はどん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 困難にはなっていっちゃってしまうので、まあ、回数は少ない方がいいと思います。はい、先生のセンスから見てどのような顔が綺麗でしょうか？こちら の、 あの人気モデル、韓国のモデルさんと、日本 の、 あの人気女優など、あの先生の美的なセンスから見ると、どちらの方が、誰がいいっていうことはないと思うんですけど、それはなぜかっていうと、その人それぞれの美しさに対する価値観があるから、だけど、とにかく、まあ、東洋の人は西洋人とまぶたの構造が違うので、目を大きく見せたい場合は二重幅はあんまし広くない方がいいですよね。逆に広くない方が綺麗です。広くない方が 目が大きく見えて、目の印象がすごくこう、まあ、目の印象が強くなると思います。だからおそらく、まあ、東洋人の女優さんとかを見ても目の大きな人たちはみんな二重幅が狭いと思いますよ。はい、ちなみに先生のその症例写真が特にあの目尻世界、垂れ目形成などとても綺麗ですので、それについてご紹介していいですか？大丈夫ですよ。その目の目尻世界とかグラマラスラインなど、二重の幅が狭くて、あのちょっと下が垂れ目っぽくのがとても綺麗なので、それはそれについてご紹介していいですか？目尻だけを切開してもあんまし効果がなくて、実際には垂れ目とかグラマラスラインだけを手術しても、まあ、ちょっと不自然な三白眼になったりとかするので、一番大事なのは目尻切開をしながら目尻の靭帯を移動させて、そこにグラマラスラインを一緒にやってあげるっていうのが目元を大きく変化させることができるいい手術法になります。この手術は後戻りの心配はありますでしょうか？後戻りがやっぱり目尻切開とかグラマラスラインとか垂れ目形成は後戻りがすごく問題なんですけど、その靭帯を移動させることと目尻の切開と垂れ目形成を一緒にやることでなるべく後戻りが少ないように、することができます。目の開きが悪い方には、もし眼瞼下垂せずに二重全世界と眉下世界の方法があるようですが、それは眼瞼下垂と同じ結果に出せるのでしょうか？同じ結果にはならないですね。やっぱり目の開きの悪い人は目を開く筋肉の調節をする眼瞼下垂の手術じゃないと、開きは良くならないです。そのかし眉毛の下を切ると少し開きやすくなる傾向にあるので、全く同じではないんですけど、眉下でもある程度の効果は得られます。眼瞼下垂の手術自体はとても難しいのでしょうか？手術自体は、まあ、修正でなければそれほど難しい手術ではないと思うんですけど、その代わりその開きの具合をや左右差を調節することがすごく難しいです。ですからその調節っていうのはその医師の経験とか手術時のその状況とか、まあ、いかに腫れないようにして手術するとか、そういうことがすごく重要になってくるんで、そういう点ではすごく難しい手術にはなります。はい、ありがとうございます。女性の方もし二重にしたい場合はよくある悩みですが、埋没するか切開するか、正しく判断する基準などありますでしょうか？埋没法はやっぱり欠点が多いと思います。それは中に糸が残ってしまうこととか、裏側に糸が飛び出しているのが最大の問題です。あとはやっぱり埋没法だと 2,3 年で取れてしまうことが多いので、
まあ、傷跡、まあ、まぶたの傷跡はそれほど目立たないんで、傷跡さえ気にしないのであれば切開法の方がいろんな意味で希望の、まぶた二重の形に調節しやすいと思います。はい、ありがとうございます。最後の質問なんですが、こちらのクリニックは日本の方が患者さんが多くて、対外的先生も結構地味な雰囲気で、中国の患者さんについては何かこうアドバイスとか、ご心境がありますでしょうか。うん、やっぱなかなかクリニックがこう混んでいて、まあ、日本人の人が大体9割5分ぐらいだと思うんですけど、それでも中国の遠いところから見えていらっしゃる方いっぱいいらっしゃるので、まあ、僕としてはその、まあ、日本に限らず、特に今東洋、まあ、西洋人が来ることはあんまないけどの方、東洋の方に来ていただいて、まぶたの特徴が日本人と似てるんで、ですから中国や韓国でうまくいかなかったとしても、まあ、私の方のクリニックで治すこともできるかもしれないんで、まあ日本に来た際とかそういう時に、まあ、ぜひこうカウンセリングさせていただければ、そうより綺麗になる手助けができるかもしれないと思います。ありがとうございます。本日の質問は以上です。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これからよろしくお願いします。お願いします。